キップパイロール廃は、キップ薬品株式会社が製造販売する軟鋼剤。第二類薬品。軽度のやけど、切り傷、ひび、赤切れ、日焼け、雪焼けの炎症に効果がある。昭和27年に、キップ薬品株式会社設立。国内での販売許可取得が行われ発売が開始される。当時は、アメリカの製造会社のものを小分けにして、発売されていた。 昭和33年に商標キップパイロールを出願。昭和50年に発売していたキップパイロールをイソプロピルメチルフェノールを加えたキップパイロール廃として発売。それまではアメリカ製造会社から原材料を輸入していたが製造会社が消滅したために平成13年よりキップ薬品による国内製造を開始。日本製造品となる。 幾度と外装パッケージは変更されているが、管のデザインについては製造会社名部分以外の変更はない。昭和53年に切符薬品を佐藤製薬株式会社が買収。同社完全子会社となる。切符パイロールは切符薬品株式会社が製造販売を行っているが、23g チューブ製品に関しては資本関係のある。 佐藤製薬株式会社が販売している。軽度のやけど、切り傷、すり傷、ひび、赤切れ、カミソリ待て、日焼け、雪焼けによる炎症。8月16日を切符パイロールの日として、切符薬品が制定。常備している家庭では、使用期限や残り具合を確認してもらい、まだ知らない人には、記念日をきっかけに知ってもらうのが目的。 日付は8と16で、キップパイロールのパールと読む語呂合わせから、ありがとうございます。